お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。元国会議員秘書、 PCR 陽性経験者、そしてあれは未接種の藤江でございます。いやー、忙しいんです。衆議院議員総選挙で、その関係で僕は選挙関係の仕事もしていますし、またですね、以前使えていた議員の手伝いもね、この選挙中ありますし、あと一有権者として、一国民として、候補者にアンケートを取ったり、そんなこともしております。というわけでね、忙しいのでね、手抜きというわけではないんですけど、今回は僕の過去の動画がですね、もしかしたら今こそ役に立つのではないかと思ってご紹介させていただきたいと思います。よくですね、こういうコメントとかね、こういうことをおっしゃる方いらっしゃいます。自分はね、打ちたくないんだけれども、もう周りの同調圧力でね、打たざるを得ないんだと。そしてね、また同調圧力でね、もう打ってしまいましたよという方やね、あと人によってはもう打たないって言うんだけど、そうするともう周りから頭がおかしい人呼ばわりされて、困ってますとか、まああと最近では2回目の副反応がきつかったから、もう3回目はね、打ちたくないんだけど、でも周りの目がね、そういうことを気にするとね、打たないってわけにはっていうような感じ、まあこういう方ね、多いんじゃないかと思うんですけれども、今の社会で。そこでですね、今回のテーマなんですが、このようなこんな社会の中で、僕らは、まあ、どうやって自分の考えを、まあ、しっかりと持って、そして周りから影響をですね、過度に受けることなく、そして周りに惑わされることなくですね、生きていけるのかというですね、もう自分らしく生きていくのかという壮大なテーマですね。そこでですね、一本の動画をこの後流します。で、この動画って僕が1年半ぐらい前にですね、 YouTube を始めたばかりの頃に出した動画なんですけど、自分の宣伝みたいですいません。もちろん当時はですね、打つものがなかったので、打て打てっていうようなね、そういう圧力もなかったんですけど、でもですね、改めてこの動画を見直すと、この動画で話している考え方って今の社会において大事な考えだと思いますし、またですね、少数派の僕らにとって特に大切な考えだと思います。僕もこれはかなり普段から意識していまして、まあもうあんまり意識することなく体に染み付きつつある考えで、この考えがあるからこそですね、かなりストレスから解放されてるんじゃないかなと思っております。同調圧力、またですね、様々な人間関係でお悩みの方に参考になればと思います。どうぞ。お世話になっております、藤江です。ついにこの日が来てしまいました。 YouTube を始めて1ヶ月半が経とうとしてるんですけれども、昨日ですね、初めてついに低評価ボタンをいただきました。前回公開したセンター試験を一生懸命41歳のおっさんが解くというね、動画だったんですけれども、一生懸命解いたんですけれども、低評価いただきました。まあ、こんなことを言うとですね、おい藤江よと、お前大丈夫かと、お前のメンタルは大丈夫なのかと、1週間ぐらい休んでもいいんだぞって心配されるかもしれませんけど、大丈夫です。なぜならば、私は嫌われる勇気を読んで課題の分離というのを勉強したからですね。というわけで今日はですね、大ベストセラーの嫌われる勇気の中から課題の分離という考えのところをピックアップしてお話ししたいと思うんですけれども、まあ、これによってもういろんな人間関係の悩みとか、あるいは YouTube で低評価されてもひるまないメンタルが手に入りますんで、ぜひ皆さん参考にしていただければと思います。今回の動画ではまず1つ目、課題の分離とは何かというお話をまずさせていただいて、その次に、では課題の分離の実践についてお話をさせていただきます。そして最後3つ目は、嫌われる勇気という本がですね、
なぜ今ヒットしているのか、このアドラー心理学というのは100年前の考えにもかかわらずなぜ今受けているんだという私なりの解釈考察をお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でまず嫌われる勇気という本自体はですね、先ほど言った通りアドラー心理学というね、アルフレッド・アドラー先生の提唱する心理学をベースに書いた本なんですけれども、でアドラー先生ははっきりとこうおっしゃってるんですよ。人間の悩みは全て対人関係であるとおっしゃってます。まあ全てかどうかは別として、ほとんど人間関係が元になってるというのは間違いないんではないでしょうか。例えばですね、職場で自分は頑張ってるのになかなか評価してもらえないとか、あるいは自分やりたいことあるんだけれども親とか他人が反対してきてなかなか思い通りにいかないとか、いろいろあると思うんですけれども、こういった対人関係で悩まないようになれる、それが課題の分離という考え方なんです。課題の分離とは何かというと、自分と他人を分けて考えようという考え方です。自分の課題と他人の課題というのを分けるという考え方です。で、先ほどの職場で評価されないという場面で言うと、自分は頑張ってる、評価してくれない、まあ上司がいるとする。で、評価するかどうかっていうのはどっちの課題ですか？自分ですか？上司ですか？評価するのは上司ですよね。上司の課題なのに自分がそこに踏み込んじゃってるから、そこで悩みが生じちゃうんですよ。分離してないから。で、自分がやりたいことがあるのに反対されるという場面ですと、自分がやりたいことがあるという自分の課題なのに人が踏み込んでくるから、反対してくるから悩むということで、課題が分離してないと悩みが生じるということなんですね。つまり相手の課題に自分が入ってしまうとか、自分の課題に相手が入ってくる、これによって悩みが生まれるわけです。なのでぜひ考えてもらいたいのは、ではその物事の最終的な責任を負うのは誰だろう、最終的な決定権を持つのは誰だろう、そう考えるとその問題の当事者が分かりますので、当事者の課題に他人が踏み込まないようにする、課題の分離をすることで悩みが消えるんですよ。自分は自分、他人は他人なんです。でもですね、中にはこういった考えはなんだか人間同士のね、つながりが薄くなってしまうようで寂しいんじゃないかとおっしゃる方もいるんではないでしょうか。でも本当にそうでしょうか。別にですね、自分は自分、他人は他人だから一切関わらないようにしましょうと言ってるわけではないんですよ。まず自分も他者もそれぞれが自分の人生を生きる、その上で尊重し合う、称え合う、励まし合う、こういったのが本当に素晴らしい人間関係なんではないでしょうか。自分の人生を生きることができていない人、なんだか悶々としているような人にね、人の人生を本当に尊重することができるんでしょうか。もう人生ってなんて素晴らしいんだって、自分の人生を生きて心からそう思ってる人こそが、他人の人生やその人の存在価値を本当の意味で尊重できるんではないかと私は思います。なので最初に話したこう低評価ボタンのお話ですけれども、低評価ボタンをこう押すか押さないかはもう私が関与できない、その人の問題なんです。その人の課題なんですよ。だから私はもう一切どうすることもできません。もちろん YouTuber として評価に対して真摯に向き合って日々改善を重ねていくというのはもちろん必要ではあるんですけれども、自分ではどうすることもできないことに対して悩んだり心を揺らしている、そういう時間はないんです。次にですね、ではこの課題の分離をどうやって実践していくかなんですけれども、もうこれは本当もう一つだけしかないと思うんですけどね、日々意識する、もうこれに尽きると思うんですが、
日々意識するためにもですね、この課題の分離のポイントを押さえた文章を2つ紹介しますので、こういった言葉をですね、スマホでいつも見えるようにしたり、トイレに貼ったりして日々意識するのがいいんではないかと思います。まず1つ目なんですけれども、これは嫌われる勇気の本の中でも登場するんですが、馬を水辺に連れていくことはできても水を飲ませることはできない。水を飲むかどうかはその馬の意思ですんで、そこをなんとか無理やりやっちゃうと揉め事が起きるというわけですよ。二つ目はですね、ゲシュタルトの祈りという詩なんですけれども、これは、精神治療をゲシュタルト療法という、そういった治療にも使われる言葉だそうですね。私は私の人生を生き、あなたはあなたの人生を生きる。私はあなたの期待に応えるために生きているのではないし、あなたは私の期待に応えるために生きているのではない。私は私、あなたはあなた。もし縁あって私たちが互いに出会えるのなら、それは素晴らしいことだ。しかし出会えないのであれば、それもまた同じように素晴らしいことだ。日々意識していきましょう。アドラー心理学が100年ぐらい前のものにもかかわらず、なぜ今これだけ反響があるのか、多くの人に支持されるのか、特に若者に支持されてるようなんですよね。その理由を私なりに考えてみたいと思います。今ですね、人類史上空前の自己実現時代に入ってるんではないかと思うんですよ。もう食べるものに困ることないし、医療が発達してるから平均寿命も伸びましたよね。冷蔵庫とか洗濯機もみんな持ってるし、すぐ近くにコンビニもある。便利で快適な生活が当たり前のようにできる時代になりました。命の危機やもう生活のストレスから解放された時代になったんですね。そしてもうただ生きてるだけではない、もう自分の好きなことをやりたい、なりたい自分を目指したい、そういった自己実現の時代がやってきたと私は感じるんです。そんな時代にもうちょうどよくですね、もうインターネット SNS が普及しました。もうそれによって個人がものすごい発信力、影響力を持てる時代になったんです。でまさにこの YouTube なんてのは、もう一人一人がテレビ局を持てるものすごい時代になりましたよね。いよいよですね、なりたい自分になれる自己実現の時代がやってきたんです。でもですね、自己実現したいという思いが強ければ強いほど、もうなりたい自分になるんだというエネルギーが強ければ強いほどですね、いろんな周りの人から、非難や否定や、そんなの無理だという言葉も当然来るわけですよ。今いわゆる一般人、個人の方がものすごい影響力を持って活動されています。そういう人のように自分もやりたいことをやって生きていきたい、本音で生きていきたい、そう思うんですけれども、でも言ったらバカにされるかもしれない、どうしたらいいのか分かんない、困った、そういう若者に対してこの嫌われる勇気という本は、課題を分離して自分の人生を生きろ、嫌われる勇気を持て、そういう応援をしてくれてる本だから受けてるんじゃないでしょうか。実際この本はですね、多くの方に影響を与えて、もう自分の人生自分が責任取るんだから、もう自分の好きなように生きようというような社会の機運をね、大きなものに大きなものにしてる、私はそう感じます。私も実際ね、この本から大きな勇気をいただきました。だからもう低評価ボタンがついても平気です。きっとあなたの人生にも大きな影響を与える本、嫌われる勇気、そして社会にも大きな影響を与え続けている本、嫌われる勇気、まだの方は読んでみることをお勧めいたします。このチャンネルでは学びや勇気ということをキーワードに、私の日々の気づきや読んだ本の感想、そして私の最大の目標である地域日本の人口増加に向けた日々の挑戦、こういったものを発信していきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけたらありがたく思います。できれば低評価ボタンは
押さないでほしいです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ね、打つ打たないっていうのは自分の課題ですよね。もうこれは自分でコントロールできることですよね。一方で周りが打て打てって言ってくるとかね、頭がおかしいとか言ってくる、それは相手の課題でして、ね、僕たちがコントロールできないことですよ。だからこれにもう悩んでいてもね、しょうがないんですよ。だってどうしようもないんだから、うん、あるいはですね、もう人間関係全般で何か問題が起きているとき、まあ、それをその問題を自分でコントロールできることですかと、それともコントロールできない問題なのか、ね、自分以外の他人のコントロールできる範囲のものなのか、ね、頭で考えて整理してみるっていうのをやってみてはいかがでしょうか。それにしてもですね、国会議員の秘書、この時は現職でしたから、現役でしたから秘書をやりながらですね、まあ、こんな動画を出してる僕ってですね、ちょっと客観的に見てもね、変だなと改めて思うんですけれども、私変かもしれないって悩んでる方がいらっしゃったらですね、こんな変なやつもいるよってことでですね、ご安心いただければと思います。それでは本日は以上になります。藤江でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。